ではまず、優、えー、さんの初等学校から正常での,この生活の子供時代の優さんの思い出というか正常での生活とか学んだことまあとりあえず正常はとにかくね楽しかった思い出がもうだらけでやっぱりその,その中で、ねまあ、いろいろね正常って独特じゃない。 書道家に入れてもらったんだけどさやっぱりさ遊びの時間とか散歩の時間とかいろいろあってさだからそういうところが経験できたことがすごくあの実は今の仕事でもすごく生きててだから本当に入れてもらって感謝だしまああの頃はもうとにかく楽しいっていう印象しかないかな <laughs> そうだ、ね、とにかく仲間を大切にしろもそうだしやっぱそういうところをこうね 小さい頃にこう教えててもらうってすごくうーん大事だなと今やっぱ思いますねう,んうちの親父も正常のえ卒業生でだからやっぱ同じような教育を受けたんだろうなっていうのがあってだからやっぱり先生も親父も仲間を裏切るなとか、あのー、嫌な思いはさせるなもう嫌なことするんだったらお前が我慢しろ。 っていうようよなやっぱそういう教育をずっと受けてたんでやっぱりわりかしそういうのは社会出てかからす、うん、すごく生きたかなと思いますねうんやっぱり一生懸命になること、うん、善悪もそうなんだけどこうとにかく一生懸命遊びも一生懸命勉強も一生懸命、まあ、今は仕事も一生懸命だ一生懸命やってないとねあの面白さって見いだせないからだからそういうのもこう僕たちは自然と。 遊びの時間で、まあ、散歩の時間でも何かいろんなものを自分で発見してさでそれで葉っぱで遊んだり枝で遊んだり土をこう触ってみたりっていうのでやっぱこう発見を自分でして自分で楽しむんだ楽しむこうその根本なことを教えてもらったかなっていうね。うん料料理理の世界ももそうで、料理も まあ料理ってほらレシピってあるようでないようなものでもう自由なんだよね発想の自由でだからこれとこれ合わしたらこうなるんじゃないかなってやっぱイメージでこれって遊びと同じでこれでこうやったらこういうふうな遊びができるんじゃないかなとすごく似ててだからそういうのがあのまあ意外とすごく生きてるなって思いますね、うん。 実際いつも料理にこう自分なりにこう取り組んでみようというか、うん、まあ料理してみようと思ったのって一番最初のて料理をねしてみようって実はね僕ね、あのー、料理全く興味なくて、うん、<laughs> そう食べるのは好きだったんだけど今イタリア料理しか僕は生涯やってないんだけれども僕成、ま、城、あ、小学校入って中学行って。 で,中学でちょっとふざけすぎて、で違う高校行ってで,違う高校行ってでまたそこ卒業してでまあ大学はまあ行けなかったしだからまあ行,けない行かない方向でまあ働くっていうことになってで就職しようってなったんですね。でそれがまあ えー、ホテル新宿にあるホテルセンチュリアイアットっていうところに就職が決まって泣いて取ってで来週からいよいよ就職働き始めるっていうようになった時に僕のほらもう小学校からのさ大親友がちょっと言う「せっかくだからもう来週から仕事にししうと「じゃあちょっと好き行こうよ」ねで「あいいね」ってみんなで最後にバーッと楽しんでさ あので働き始めればいいじゃん行ってそのままスキーでまあそのね、まあ、結構前からちょっとあんまり体調が良くなくてさ風邪気味だななんて思っててでそれでこうスキーしてでその途中でちょっと意識失っちゃってさでパッて気づいたらなんかねスキーしてたんだよスキーしてたんだけど気づいたら。 あれと思ってたら「おふくろがいてさ大丈夫?」みたいな「あれおふくろがいる?」ってなってええと思ってまたねまた意識なくなってで,でまた次気づいたら高層ビルが見える新宿ので高層ビルが見える病院にいてでまた点滴してどういうことと思って。 で不思議にこうなってで、まあ、病院が、まあ、しばらく続いて、まあ、その時はもう意識朦朧というかあんまりこう寝て起きて寝て起きてのを繰り返しで,で体も動かないというかでやっぱりだん,だん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 元気になってきてでそうなった時にそのまあもう大丈夫だとあのもう元気だから退院すると。毎日お袋が来てて、で 「まあもう大丈夫だから出れるから」って言ったら「いやでも先生がまだだ」って言うからあのもうちょっといなさいと。でもそんなのがもう1週間ぐらい続いてたらある日先生が夜夜中もう普段来ない時間に先生が来て何に何って思ってたらその時に劉先生ってね女医先生だったんだけど「びっくりしないで聞いてください」って。 井上君の病名は急性骨髄性白血病ですって言われてうっと思ってさやっぱまあもうああもう駄目かと思ってやっぱちょっとね、あのー、いろいろまあもう人生終わるのかななんて思ってさでまあそうなってからはまあ正常のね仲間たちもこう病室を訪れてくれてで当時ね、あのー、初等科のの えー、体育の先生おいちゃんおいちゃんなんてね週5ぐらい来てくれたんじゃないかな仕事あったといつもなんかこうあの食べ物持ってきてくれたり今日何食べたいとか言って本当によく来てくれてねもう自分の親父よりも来てくれてたんじゃないかなまあちょっとね、えー、入退院繰り返して、まあ、再発だのんだのしたんだけど、まあ、最終的な治療があって。 であのー、退院して元気になることができなかったんだけどでそうなってからそのまあ就職ももうなくなったわけじゃん。で病気も治ってで若者でさでまた元気になってくるとさでいや,やりたいこともないろくでもないわけよやっぱり。でまたそういう辛い思いしてんのにまたバカだからあのー。 みんなこう不規則な生活をしてでやっぱこうまあそういうのを親父がねこう見ててでたまたまうちの親父の成常の時の大学の時のスキー部の後輩親父がスキー部だったからでその後輩が中目黒でちょっとレストランやるからでそこ人が足んないとちょっとお前プラ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 ろくでもない生活をまたしてんだったら。 ちょっっとお前手伝ってこいって皿洗いで人足んないらしいからって分かったとただ料理の世界厳しいって聞いてるからちょっとあんまりやりたくないなって思いながらただまあでもねまあ実際遊ん,遊んでてももう面白くないし周りはみんな大学生、えー、専門学校もう働いてるのもいたからただからちょっと焦ってるのも実際あって。 でまあ、ちょっとやってみようと思ってで入ったんだよねでそれがすごくきっかけででこのやってみたら意外や意外面白いとでやっぱりこうサルバトーレさんっていうサルバトーレっていうあのカムリの店に入れさせてもらったんだけどもうその人がさやっぱこうナポリのもうイタリア人だからまあ日本人とのハーフなんだけど ほほぼほぼイタリア人になけだからやっぱり感覚もなんか楽しかったし厳しいんだけど楽しさもしっかりあってそっからかなもうわっといろいろ勉強して興味持ってやるようになったのは料理ねそれまでは本当にね全くこう興味は実はなかったんだよねうんあの病気してすごく良かったと思うしあれがなければ。 まあちょっとろくでもない若者になってたかなっていうのはあったんで、うん、そうだからやっぱその時にね人の温かさも感じたし本当そうそのね病気のなんていうのかなうち親父が厳しかったからさあの正直俺嫌われてると思ってたわけ、うん、でうち兄貴がいて兄貴はあの政治はそのまま優秀普通に行って。 で僕はわりかし乱すタイプというかだからよく怒られたっていうのがあってで、まあ、とにかく怒られる回数がダントツ僕の方が多かったからだから多分親父俺のこと好きじゃないなっていうのはなんかね思ったことがあった思ったというかもうその時ずっと思っててで病気してからもねやっぱあのちょっと親父も照れ屋だしあんまりベタベタするタイプじゃないからこう面会に来てもさ あの優しいい言葉はないわけお前不摂生がたどったからお前こういうことになったら分かるんだろうみたいなとかがさってなるわけじゃないこう今この状態でそれ言うみたいなだからそういう親父だったからなかやっぱこうあんまり根っこであんまり空いてないなみたいに思ってたでそれがさまあこれは料理関係ないんだけどこう退院した時にさ その大井先生が「いやいうちょっともう大変できたからちょっとなんか食事連れてってやるよ」って言ってくれてで天ぷら屋連れててくれたんだけどでそこで食べててねいやでもその病気になった当初の話聞いた時の話とかをこう聞かせてもらったんだけどた いやお前あん時大変だったんだぞっってもう聞いて俺はすぐ病院駆け,駆けつけてでまあその待合室のとこいてでその泣き崩れでわんわん泣いてで「どうして言うか」って言ってもうわーっと泣いたと。でまあおふくろはねずっとまあおふくろは本当に優しいあのおふくろだったからいやおふくろはまあ嫌な思いさせたなって。 バーってこうなったらさ「でまあ、おふくろはね優しいからな」って言ったらそしたら大井先生がその「いやおふくろじゃないよお前の親父が膝から泣き崩れてわんわん泣いたんだよ」もうそれを聞いてさ俺もわブワーッとなって愛されてたんだみたいなで。やっぱそういうのも聞くとさやっぱそれからやっぱ変わるもんね。僕もあの親父に対してこうなんていうかな接し方が変わったし。 なんかそういうのもこうだからまあそれからねわりかしねそれがきっかけなのかわかんないけど僕はわりかしこう自分の気持ち気持ちを話すようになったかな人にうーんほんとだからねいい経験というかさうーん、で病気してつらい時期が終わるってあう抗がん剤とかだとさ何クールあって1週間 こう体調悪くなるで体調悪い時ってもうきついきついなんだけどだいぶこれは続かない続かない,もう,いうすもうちょっとで終わるもうちょっとで終わるっていうなんかさ言い聞かせるわけよそうするるとと耐えられるとかさだからそれが社会出てさサルバトーレに入ってからまあ仕事が鬼のように忙しかったし寝る時間も本当なかなか。 取れないぐらいで週まあ当時はね労働基準法もないもないからね3ヶ月ぶっ通仕事とかさそういうのもあったけどでもそういう時もねこれは長く続かないとかさ <laughs> そうだそういうような,なんかマインドに持っていけるのもそれを経験したからかなとかね、うん、やっぱつらい思いっていうのはまあいい経験になるっていう。 まあやっぱり死ななければねって今でもそれは思ううんそうだねそのやっぱりねサルバトーレって っていう店はサルバトルさんがやっぱサルバトル三兄弟だとねサルバトルさんがいて、えー、ラファエル・レーロさんっていうのがいてでジーノっていう三男がいてであのー、ずっと経営やってたんだけどやっぱりイタリア人がねお客さんでねとにかく多いわけよいっぱい来るわけよイタリア人がでまあ有名なところだとあのジロアロモさんとかさナポリの、あのー、だから仲いい友達なんだよね みんなさ「おいしかったよおいしかった今日もおいしかったゆうちゃん」ってあの「偽物のナポリピッツァおいしかったよ」って言って帰るわけ。ねまあ偽物ってみたいな。<laughs> で,もでもすごいねだからそれがもう毎回冗談冗談交じりで言ってくるわけ。だそれがさ、偽物 なななのかなかかととさ本本物ででも食べたことないから本場でだから分かんないわけだからでも今みたいにさネットがないからさ画像もないわけじゃないだから見れなくて本当に違ったらどうしようと思うででも猿渡さんはそんなに言えないじゃない怖いから偽物ですかってなんて言えないじゃないだからそれでこうまあ悶々としてたわけで なんかあの時にあの、ね、雑誌でナポリのピザ職人の人たちが来たの日本に。まあテレビもついてたのかなでそ,ううそういうナポリ人がこう来て日本にあるピザ屋を食べ歩くみたいな企画があった。でその時にイタリア人が「どうのこうの」って,っていやこれはもうこういう風にした方がいい」とかいろいろあって。 すごいおじな何ていうのかな年寄りあのピザ職人たちが来たけどもう考えるとすごい人たちだったんだけどさでその人たちが来てでいろいろこう教えてくれたりして行ってみたいな本番にちょっと行ってみたいなっていうのがなんかだん,だん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 出てきてでそれでこうあのサルバトジさんに行って。 ちょっとほんま見てみたいですですって言ってちょっと行きたいんであのちょっとお店をっていうあれで,で最初は全然聞いてくれないからさサラブスさん「ダメ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  <laughs> お前抜けたら今大変だってダメダメ <laughs>、ね」それが1年ぐらい続くわけよいいかげん OK 出してくれよと思いながら <laughs> でもそれでようやく OK 出してくれてでじゃあ俺の「お前ないだろうから」 あのー、俺の兄弟の、あのー、知り合い、ま知り合いのところに。あのー、引きで、あのー。体験させてもらえるから、なかちょっとそこ行ってこいみたいになって、で、店も紹介してもらって。で、向こうへ行くことになったんだよね。うん。そこまで、ね、教えてもらったピザをでで、見よう見まねで。そう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 、そうそうそう。だから、あの、当時は、今みたいにね、イタリアのから。 も,も入っってなかったかたら粉小麦粉もねイタリアの粉ってあんまりほとんど入ってなくてでなんだろうなまあ食材もねあのモッツァレラチーズもやっぱりこう今みたいなフレッシュのものはあんまり入ってなかったのでねだから日本にそのそもそも食材というかさあのそういうのもまだ入り始めぐらいでさ。 だからそういうのもものすごくあって、なサルバトーレさんなりに発行のさせ方とかそういうのはやっぱ苦労してあの形だったと思うね。あれあの時できるまあベストはやってたんだろうなって今思うね。うん、そうでも実際向こう行ったらさ、ちょっと全然違くてあのあこんな違うんだこうあこういう風にやるんだとかさ、そういうのはもう本当ね行ってよかったなと思ったしさ。 うん、そう感覚の違いというかねそういうのももちろんいっぱいあってうん。行、ね、ってみて、うん、これ全然違うじゃんっていうこともやっぱりあって ああったあったたも,もう食材もさ、あのー、例えば野菜とかね野菜も日本ってほらきれいじゃん全部ズッキーニも全部まっすぐ、ね、でトマトも大きさ同じとかさやっぱ向こうはもう形がもういびつなのにもう揃えないから形がきれいなんていうなんかそういうのがないんだろうね。 ああのズッキーニしてもパプリカにしても、まあ、トマトにもそうなんだけどやっぱこう強い力強い味がするなあっていうのはねなやっぱなんか食材全然違うわっていうそれが一番の印象だったかなうん,うんでやっている料理人さんたちもやっぱこう取り組む姿勢が違うとかにしか違てはどう,うだ、ね、やっぱりに イタリア日本人の方がやっぱり貴重面だから細かいのよやっぱりその一個一個工程がね綺麗だし細かいんだけどやっぱりイタリアはちょっと雑だから手抜いてるっていうんじゃなくてやっぱ雑雑さのちょっと美学みたいのがあるのよそうだからそのピッツァピザもその均一に あの耳を膨らますじゃなくてやっぱこういびつな感じがいいとかねそう,うまあ時代によっていろいろあるんだけど変わってきたりするんだけどまあ当時はそう雑だなあと思ったけどねでもおいしいなっていう、うん、なんか食事をしてる時もさあの向こうでお客さんとか見てるとやっぱりもうとにかく喋るイタリア人ってとにかく喋るのよ本当に。 でずっと喋ってるからやっぱ楽しそうだしなんか喋ることに対してあの慣れてるからさだからそういうのもあのこの国民性っていいなと思ってねだからそれが食事にもなんか伝わるというか今日食べた感想を絶対言うし美味しかったよとか今日のあれはまあまあだったとかもあのスザンヌに言ってくるしだからそういうのもなんか。 うん、いい国だなっていうか、うんうん、いろいろ勉強になるなみたいなね、うんうん、だからイタリアはんかすごい、あのー、衝撃を受けたし、うん、だ料理こういう料理が出来上がるっていうのもなんか分かるような気がするというか、うんとするとイタリアでの生活は、うん、そんなに大変なことよりは楽しかったこと 楽しかったあのね大変だったのももちろんある言葉も壁もあるしやっぱりこう田舎その当時ほらナポリとかはそこまで日本人も多くなかったからだからそのまあやっぱ多少のね差別というか、うん、そういうのもあったし、うん、やっぱまあやっぱね知らない外国人がいるとやっぱこうじろじろ見るしさ。 特に料理をやってこうたまに焼かしてもらったりするとあのちょっと彼は彼に焼かせないでとかさ、うん、なんて日本人に焼かせるの変えてとかさそういう人もいたしまあでもそういうのもね僕は経験だと思うしまあその時は嫌だねやっぱちょっと悲しい気持ちにはなるんだけどまあそういう人もいるんだっていうさやっぱりそういう。 経験だよね、うん、であとはやっぱこう仕事的なものはねやっぱわりかしサルバトーレの方が鬼のように忙しかったからだからそうだね仕事の忙しいっていうのはなかったかな、うん、料理やり始めの時も皿洗いってさずっと皿洗いでもそれもさまあ耐えられない人もいるわけそれがずっとは。 だから嫌になっちゃう人もいるんだけどでもやっぱさなんかそれもさ自分で時間決めてさ「はい何枚やけた」にやれたとかさこういうまあ自分でゲーム作ってったら意外とね早く終わるしあの面白いというかで、まあ、小さな喜びを「あ何秒クリアした」とかさかそういうのもなんか。 なんだけどゲーム感覚にすると何でもさ楽しくできるじゃんだからそういうのはまあそういうのがあったからまああんまり向こうでねきついっていうのはあんまりそこまでなかったかな。うん 次のステップでまあとりあえずね向こうから帰ってきてすぐあのー、正常のさ先輩で2個上のあのー、山口隆さんっていうのがいるんだけどその人が田町のあのー、イタリアンレストランの料理長をや,やることになったでこれからオープンするでそこにピザ窯も置いて要するにピザも出したいと。でもうもし あの大丈夫なんだったらまだどこで働くとか決まってないんだったらとりあえずちょっとうちに最初だけでも来てくれないっていうんで手伝ってくれないと教えてもらいたいみたいなでそれでそこに入ってで1年間そのまあそこのみんなにピッツァを教えてっていうのをまあ期間があったでそれでいろいろこうやそういう1年やってるときに。 昔のサラバトレンの,のマネージャーやってた人がイタリアンレストランやるとでまあちょっといろいろ考えたのでそのまあ僕イコールねピザもうナポリピザっていうイメージがやっぱすごく強かったからだからそのちょっと料理あのピザがない店でちょっとあの やりたいなとっていうのがあってたらそのサルバトリのそのマネージルの元マネージャーがやる店がトラットリアっていう要するにそれピザがないっていう店だったんで,でそこであのじゃあやらしてもらいたいっていうあれで,でそこでシェフとしてあの、まあ、働いてさこうやって、まあ、そこで3年やったのかな3年やって。 でまあ独立するんだけどそうなった時もねやっ,、まあ、やっぱりこう料理とあの、まあ、やるんだったらピッツァもやっぱりやりたいなっていう思いがあってで本当はそのマネージャーの人と一緒にちょっとここはもう釜を置いちゃおうよみたいなただもっとこう呼べるしいいと思うんだけどって言ってただやっぱちょっとねそこ置け、OK、ないんだよみたいになって。 じゃあちょっ三十、ね、歳であのまあ自分で独立してやって大失敗しましたってなってもまあ俺3年って決めてたから店やって3年でまああの中か飛ばずだったまあ赤字じゃなくても中津飛ばずあんまりこう軌道に乗ってなければもうすぐやめようって思ってた でサルバトエさんのとかにまたお世話になってで返していこうっていうなんかそういうのが頭の中にあってだから30のうちでやって失敗しても33でしょ3334、まあの時からお世話になるっていっても、まあ、十分頑張れば返せるなと思ってでスタートしたんな,こてこてのなんか 南イタリアの料理をやりたいなと思ってそれで中目黒でイルルポーネという店をそうだね30の時にオープンさせて当時11月末にオープンした時はまあやっぱりいろんな友達がもうね正常の友達から何かわっと来てで11月12月で1月ぐらいまではもうわっとお客さん来て。 さすがだななんて思ってたけどやっぱ俺すごいなと、ね、思ってたらただ突然1月の後半ぐらいからピタッと来なくなってやっぱオープンケーキっていうやつでねまあ1月の中から3月までもうめちゃめちゃ暇でただあの目黒川沿いだったから桜があるから,からその桜の時期1週間だけわーっと忙しくなるわけあまた入った。 これは桜のおかげなんだけどやっぱ勘違いしてよしよかったよかった乗ってきた乗ってきたと思ってだからまた桜が散るとまた散るわけようちの店もねでまた落ちるからだからこれやばいなと思ってでもう全然来ないわけ夏なんてだからもうほんと1日1組2組とかさざらでなんていうの必死で。 店終わったらいろんなとこ顔出してで知り合いをとにかく一人二人でも作ってもう毎日飲みってさあのバーとかでもさそう紹介してもらって名刺を配りまくってそういうの、まあ、だから泣かなぐらいのでもわっとやってたからだからその,その時にパラ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 そのリターンが来るようになって。 そうだねだから丸1年ぐらいは暇だったかなうん本当に2年目入ってからこうワーッと軌道に乗ってでまあ運がいいことにその雑誌のね人たちにも注目してもらってで雑誌に出してもらったりまあテレビにも出してもらったりっていうのがもうそ,そうなった時がもうパパパッとトントン拍子で。 たただ1年はきつかったね、うん、でもやっぱこう人のあれでさあの付き合いが増えれば増えるほど来てくれる人数は増えてってやっぱまた来たら来たでこう一緒に飲ませてもらったりさそうでまた紹介してくれてまたその人が常連さんになってくれてっていうのを繰り返してだからまあ入ってからはね 入るようになってからもうありがたいことにみんなにかわいがってもらって、うん、そうそう。 仲間というかスタッフたちが一緒にったりやっぱり店ってねそのスタッフがいなければ回らないしでお客さんからしてもさスタッフが、まあ、仲良さそうだと気持ちいいわけ、うん、でもやっぱ仲悪そうだとさやっぱ変な空気が流れるじゃないだからやっぱ仲いいことが一番だしやっぱ明るくしていかなきゃいけないからだからその。 暇な,時だったりさなんか,あんま,りなんかまあ例えばミスが連発して起きた時が一番注意しなきゃいけなくてさやっぱりオーナーというかトップの人がさ暗い顔してると暗い顔なっちゃうみんな感染しているからやっぱそういうのをしないような意識だけはねやっぱ辛いけど辛い顔はしないというか店の時はね。うん やってきたかなうんおうちのお店はやっぱりスタッフまあわりかし詐欺者にないラル手はまあ大きいからさスタッフもまあ社員もいればバイトもいっぱいいるんだけど学生のバイトの子たちもいるんだけどやっぱとにかくねあのチームワークだからさだから、まあ、考え方として僕はあのスポーツやってるのと同じであの営業は試合だと思ってるから。 まあそのね仕込みの時間はその準備試合のための準備で,で掃除もそうだしでその試合の時にまあみんなが一つの方向を向いてこういい試合ができたらいいなっていうだからそういう感覚でだからチームはやっぱ仲いい方がいいでしょうとチームプレーだか,だからチームスポーツだと思ってるからだからそういうところでうちはとにかく飲み会が多いのよ飲むの。 とにかくみんな飲んで、ね、店でも飲むし、まあ、よその店終わってから飲み行ったりもするんだけどでとにかくそういう時に、まあ、もちろんたまに言い合ったりもするしさ僕はそういうのがあのすごく必要だなと思ってやっぱり結局なんか自分がこう大切に思ってますよっていう意思表示ね。うんいや 人として認めててなんか一緒のチーム僕たち家族でしょっていうのを出してやってれば多少何言っても僕は大丈夫なんじゃないかなと思うしそう言い合ってた方がもっと相手のことを理解できるしその,その彼も彼女もまた新しい人たちが入ってきた時にそうやって教えてくれるからやっぱ愛情があるんだよねその方が。 でなんか例えばミスした時にみんなで助ける大丈夫とかあいいよやってあげるからあ私やりますとかやっぱそういうのってすごく支え合ってるチームでやってるとやっぱそうやってねお客さんにもすごく伝わって。 だやっぱりよくお客さんに褒められることが、ね、ありがたいことにあるんだけどそれはやっぱそういう支え合うっていうなんかそういうチームワークっていうのがうちはあるからなのかなと思うでそれはやっぱりとにかく一緒にいる時間が長いい,いっぱい会話をしてるっていうことなんじゃないかなと思うんだけどねうん飲食業界はさ人手不足なの。まあああそれれは、まあ、今ね修のあれもあってこう まあだんだん減ってきてるっていうのはあるんだけどでも飲食はきついっていうさイメージがあって労働時間長いでしょでまあ肉体労働だからきついっていうイメージがすごいあって何だいうのかな僕からするとこんないろんな人たちに会える職業なんて僕はないと思うで、なんかお客さんもう当んいろんな人たちだからさお医者さんもいればさ なんていうのまあ芸能人ももちろんそう普通のサラリーマンも来るしなんかね政治家の人たちもたまに来たりさでそういうお話を聞かしてもらうことができるわけじゃん。とやっぱ面白くてさでやっぱこういろんな話聞いててあの、まあ、共通してんのはそういう。 上にいる人たちってやっぱり人を大切にしてる人たちが多いなと思ってでいろんなことに興味を持ってる人たちが多いなっていうでなんかあんまりこう質問することに恥ずかしがら,ないだからなんかそういうのも見れて幸せだなと思うしああ僕もこうしようってなんかさいい人を見ると真似したくなるじゃないかっこいい人を見たら真似したくなるしあ,ああいう返事の仕方しようとかさ やっぱそういう,ふうに、ね、いい例をいっぱい見れるってすごくなんかだからそのまあもちろんねえー、本でさいっぱいいろんな本が出てるんだけどやっぱ人を見るに越したことないというか本当顔を合わせていろんな話をするとその人が見えてであこういうとこ真似しようとかさ。 逆に嫌なこともさああいうのは俺やるのやめようとかさやっぱそういう勉強って人に会わないとできないことだからそういう意味ではねもう人生が倍楽しくなると思うんだよね飲食をやったら,、うん、だからそういう意味でまあ僕はもうねもっとも若い子たちもまあいろんな夢があると思うんだけど、うん、そういう楽しい仕事なんだよっていうのもみんなに知ってもらいたいなっていうのはあるね。うん 本当に美味しくできたってなった時って結構みんなさこう見るんだよ、ね、こううんとうなずくのもよくあるあれなんだけど本当に美味しかったって感動してくれる人って大体食べた後、こうやって見るそういうのを見れた時はめちゃめちゃ嬉しいよしと思う <laughs> <laughs> そう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 